こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、恋愛がこじれた果てにどんな命が失われたのかってことをね、2つほどの実例を出してお話ししようと思うんですよね。恋愛がこじれた末に人が死んでしまうことがあります。私のね、人生の中でも何度かそういう体験があって、まあ他人事じゃいけないなと思ったわけなんですけども、今日はね、その前にちょっと私のね、個人的にすごく嬉しいということと、今日のテーマを思い出して複雑に重なるところとね、まずは駆け出しから行ってみたいと思うんですけども、今日ですね、実は近くの公園でうちの大和くんに靴を履かしてね、手を引いて歩かしてみようかなと思ったんですよ。これ初めてだったんですけどね、屋内で走ることとかはあったんですけども、やっぱり転びやすいかなとかね、転んだ時にね、怪我しないかなと思って心配でなかなかできなかったんですけども、今日は天気もいいし人気もいなかったんで、公園で、ちょっとね、歩かしてみようかなと思ったら、なんとね、靴を履かして地面にトンと打った瞬間、ものすごい勢いで走り出したんですよね。それこそ広い公園を縦横無尽に走りまして、もう感動でですね、5つぐらい動画を撮ってすぐにアップロードしたんですけども、たくましいもんだなと思いました。同時にですね、生まれてくる、そして育つ、生きるってことはこれほどまでに感動的で、これほどまでにね、無防備で、これほどまでに先に生まれた我々がね、手を引いてあげないといけないんだなというようなことをね、常々感じるんですよね。今日は特にそれを深く感じました。よく生まれてきてくれたなとかね、よく生きてこれたなとかね、よくここまで育ったなと、まだ1歳なのにね、そこまでの感情がね、込み上げてきたわけなんですよね。で、これを前提にちょっとお話しするんですけども、恋愛がこじれた果てに何が起きたかということです。まず私がですね、岡山に住んでいた頃なんですけども、当時私は大学生でアルバイトをしてました。年の頃21、2ぐらいだったですね。もう卒業を控えたギリギリの時で、その時私はですね、ある縁から、飲み屋でね、飲み屋でバイトをすることになったんですね。岡山のホストクラブでバイトをすることになったんですよ。私は現役の大学生でアルバイトに入ったということで、ちょっと珍しくってですね、モテたということではないんですけども、割と話題に皆さんでしてくれましたね。そこはですね、私の知り合いの友人がしているという店で、20歳から飲み屋をやるんだってことで、高校生の時からね、ずっと気合を入れてて、お金を貯めて、で20歳にね、その店をオープンして、それから1年か2年ぐらい経った時のことだったんですよ。でそこにある縁で私もね、行くことになって、しばらくお酒を飲んでいたんですけども、バイトの手がちょっと足りないんで、夏休みだけでもいいから入ってよということでね、3ヶ月だけバイトをすることになったんですよ。でそこでのエピソードとしては、私はね、1回ね、1日100万円売り上げた時があって、それがちょっと思い出になってるんですよね。でもね、そこではね、なかなか面白い、体験があったんで、それはまた別の時に話します。ここではですね、こじれた末に命が失われたという話なんですけども、私がそうやってバイトをしてる時に、私のね、通っていた大学である事件が起きました。ある日私が軽音楽部の練習から帰って、自分の住まいを通り過ぎてですね、いつものように夕食を取ろうと思ってね、近くの飲食店を物色していたところなんですよ。そうするとですね、黄色いテープが貼られているマンションがありまして、その近くに警察とおぼしき人たちがうろうろしていることと、あとはね、たくさんの人だかりができていて、でマスコミらしき人も集まってましたね。なんだなんだと思っていると、そこからで一人の同級生が出てきてですね、で私に言ってくれたんですよ。でも殺しがあったらしいと。死んだのは俺たちと同じ大学の生徒で、19歳の女の子だったよってことだったんですよ。なんだそりゃっていうことで聞いてみたら、詳しくは分からないけども男女関係のもつれだったらしいということだったんですよ。それでですね、翌日私の住んでるマンションに警察が来ました、ね、聞いてみると、私がバイトしていたそのホストクラブ、岡山のね、ホストクラブなんですけども、ビル名はちょっと言えないんですけどもね、有名なビルです。ビルが何本も40本ぐらいを一人一人のオーナーがお持ちの
ビルです。今はないのかもしれませんけどね、第40なんとかビルっていう名前がついてましたね。でそこで、殺しがあったと。どんな殺しかというと、私と同じところにいるアルバイトの、もしくは従業員のね、他のホストさんが私の学校の女子生徒、まあお客さんだったんですよね、と揉めて、でその女子生徒さんのマンション住まいに行ってですね、なぜかその女の子は刺されて死んでいたということだったんですよ。ものすごく深く突き刺さった刃物がそこで発見されたらしいですね。で、犯人とおぼしきその男は今姿をくらましてるんで、何か知らないかということだったんですよ。で私は当然ですけども、それからまあ参考人としてね、招かれてというか警察に行っていろいろと話すことになるんですけども、私はね、普段の付き合いは、話せないでもなかったんですけども、まあでも私も日が浅かったですしね、3ヶ月として。あとそういう交際に発展したっていうのは全く思わなかったんですよ。ただ私は被害者と同じ学校に行ってるってことと、加害者とされている疑わしきそのホストと同じ職場にいるってことで、かなりのね、重要参考人ということだったんでしょうね。結構な厳しい取り締まりがありました。でも私自身全然そんなことね、そんなことが起きてるなんて知らなかったんで、後から聞くことになったんですよね。で取り調べの過程で、刑事さんが言われたことでだんだん内容が分かっていったってことなんで、私も全然分かんなかったんですよね。でアリバイも当然、どんな日にも証明されてましたんで、まあ、無罪放免ということに当然ですけどもなったわけなんですけどね。で後から聞いたんですけども、やっぱりね、男女関係のもつれからそのホストが女の子のところに行って、女の子がどうやらね、一緒に死のうというふうになったらしいんですよ。でもそこで抵抗した男性と揉み合いになって、女の子だけ死んでしまったということらしいんですよね。場合によっては女の子がもう絶望して、自分で刺したのかもしれないけども、それはどうも刃物がね、強く刺さったことから、まあ、女性の力では無理だろうということだったらしいんですよね。まあ、こうやってね、男女関係がもつれた先、責任が持てなかった先には人が死ぬっていうことが起きるんですよね。でこれはね、こんなね、若い時にそんなね、死をかけるような恋愛があったのかっていう捉え方もできますし、何も恋愛で死ぬことはねえだろうみたいなね、捉え方もあるんですよ。というのが、それから先その恋愛一つがダメになったとしてもね、別の出会いがまだまだチャンスがあったと思うんですよ。でそこに行くまでも当然ですけども、最初の恋愛じゃなかったかもしれないと、最初の恋愛がどこにあったのかは分かりませんけどね、きっと一人一人本気で真剣に付き合ってきて、それで、別れをね、繰り返してきたと思うんですよ。だからこそその先にやっぱりね、新しい出会いがあるっていうふうに考えて信じてもらいたかったなと思いましたね。そしたら今頃まだね、私と同じような年代ですから、40代になったその女性はですね、温かい家庭を築いてたかもしれないですし、少なくともそこで死んで全てが終わりちゃんちゃんってことはなかったと思うんですよ。ちなみに、まあ参考人とされたその加害者とされたホストですけども、未だに行方がわからないということですよね。ずっとわかんないですということですね。これが一つ目なんですよ。もう一つはね、やっぱり男女関係のもつれの末にある、まあ、女性がね、望まない時期に子供をね、宿してしまって、で女の人ってのは一人で本当に悩むんですよね。で、まあ、交際してる男性のところに必ず連絡すると思うんですよね。そしたらね、やっぱりね、女性が心配するのは、自分の妊娠を男性はどういうふうに評価するだろうか、喜んでくれるだろうか、面倒くさがるだろうか、これがきっかけで別れになってしまうだろうか、いや逆にこれがきっかけで、だったら身を固めようかっていうふうな方向に向かうだろうか、その時に自分の覚悟はどういうふうに向かうだろうかっていうふうにね、さまざま悩むんですよ。この悩みっていうのは男性は全く考えないです。いきなり突きつけられた厄介事として捉える人もいるでしょうね。だから腹がくくれない恋愛をしてると、ここでとぼけるわけなんですよ。でとぼけた結果どうなるかというと、女性は一番頼りにした人に
そっぽを向かれるわけですから、絶望するんですよね。絶望に奮い立って一人でやっていくんだっていうふうに思える方もいますけども、そうならない例があります。でこれもね、悲しい例なんですけども、私は何度かね、そういった相談を20代30代の時に特に多かったんですけども、受けてですね、いや私がね、何かね代わりができるんだったらいいですけども、そうもいかないじゃないですか。女性は、すべからくですね、私が、まあ見てる前でね、まあ、いわゆる子供を下ろしてしまうってことになるんですよ。でこれも生まれてくるはずだった生命がそのチャンスさえ与えられずに、抵抗もできないまんまお腹の中でね殺されてしまうという、すごく悲しくて悲惨な出来事だと思うんですよ。これも恋愛のもつれる先だと思うんですよね。で私は何件か、堕胎に付き合うためにですね、病院の方に行くこともあったんですけども、なんて言うんですかね、もう本当にね、なんかこれから人が死ぬんだなっていう感覚ですよね。そしてそれをもうどうすることもできずに憔悴しきった罪深い気持ちで自分の体を運ぶ、まあ、女性の姿ね、なんでこんな恋愛になっちまったんだと、最初は説教じみたことを言ってしまった私ですけども、だんだんとね、そういう場面を目の当たりにして、肝心な時に、男がだらしねえなと。でしかも、まあ言ってみれば関係ない私がね、関係ない私が頼られて、そういう病院に付き添う、俺は何なんだよっていうところがあったりね。でもここで自分自身ですら自分には関係のないことですからと突き放してしまうと、どうなってしまうのかなと思いましてね、やっぱりこう付き合うわけなんですよ。場合によってはその費用をね出していたわけなんですけども、まあそういう私だからそういうギリギリの時にね連絡してくれるんだろうなと思ったんですよ。でもね、やっぱり一人で、本当は、そういった関係を持った方とね一緒にいるべきなのに、私みたいな人間が付き添って待っている中で分娩室に上がりね、生命を一つ閉じてしまう。しかもそれが誰のものでもない自分のお腹の中にいる子供ですよ。なんかね、生まれてきた時どんな顔で泣くだろうかとかね、1歳になって初めて立ち上がった時にどんな感動だろうか、その子がもし生まれていれば今20歳ぐらいなのかなとかね、そんなことを考えたりとか、どんな誕生日プレゼントをあげただろうか、学校はどういうふうにしただろうかとかね、さまざま思い悩んで、それから亡骸と、まあ、対面するらしいですよね。いやーね、これはね、何回思い出しても暗い気持ちになりますね。私もね、だからね、まあ、浮ついてた頃ってのありましたよ。そこまで女性のことを思いやれなかった時期は長かったです、はっきり言って。いやここでね思い出してね、ついつい口走ってしまいますけども、女性の、妊娠のリスクとかね、そしてそれが起きうるだろうけども断りにくい心理状態っていうのは、なかなかねおもんぱかれることがなくって、お恥ずかしい限りだなと思いましたね。私にはたまたまできちゃったらどうするのっていうことはなかったんですよ。なかったんですけども、私の覚悟としてはそういうことがあったらこれはお引き合わせだと思って、全て、ケツを持つっていうかね、責任を持つ覚悟は常にありました。ずっとね、40歳までそのまま突っ走ってきました。そういうことがあればきっと子供が私を導いたんだろうなっていうふうな覚悟はありましたね。まあでもたまたまねそういうことがなくって、今の奥さんと知り合って、その時にあ、こういう時にもしかして他でね、まあ、そういうことがあったら困るんだろうなと思ったんで、もう一切そこからですね一途になったわけなんですよ。これは私の覚悟でもあったんですけども、唯一できる私のねまだ間に合う懺悔の一つだったのかもしれませんね。はい、今日はですね、私の子供大和くんが立ち上がって歩いた時にちょっと思い出したことを話しました。この生命が生まれてこない可能性があったんだということですよね。
そして世の中にはこうやって本来は自分の意思で歩いて立って愛されるべき存在、お父さんお母さんに喜ばれて生まれるべき存在だった一つの命が生まれる前に閉ざされてしまい、しかも誰やろう、自分の親によって閉ざされてしまうと。何も責任がない、何も悪いことをしてない、むしろ悪いことをしたのはお父さんでありお母さんでありはずなのに、その責任すら小さな無抵抗の命が奪われてしまうと。そういうことがあるんだろうなと思ってね、生命の大切さっていうのはね、本当かけがえがないなと、何とも言えんなと思いましたね。人間は、やっぱり間違いを犯すんですよ。そのためにもしかしたら重いものを背負っていくのかもしれませんけども、ただそれだけでは済まされないのかなと。必ずそのツケっていうのは大きくなって復讐してくるんですよね。肝心な時に自分が大きな勝負に出ようとする時に、そういったものがね、大いなる反動として襲いかかってくるんですよね、だからね、ずっとね、モテるモテないっていうテーマでお話してきましたけども、結局女性にモテたからといってね、それに責任の持てる行動、それに見合った行動ができなければ、逆に人を傷つけまくって不幸にしまくって時には死なせてしまうってことが、この男女関係、恋愛ってものにあるんだろうなというふうに思うんですよね。そしていつもですけども、いつも割を食うのは女性なんですよ。だから私は男はね、五分五分ではなくて9対1ぐらいで9割背負っていく覚悟、場合によっては10対0、10割背負っていく覚悟で男性と女性は初めて対等なんじゃないかなと思うわけですよね。女性はそれほどまでに守ってあげないといけない存在であり、男は女性の代わりに戦ってあげないといけない存在だと思います。もちろん女性にも戦う力はあるでしょう。しかしですね、放置されて女性が一人で戦うことを男性に突き放されて課せられるものと、いざという時には自分が代わってあげたいと、そしていつも俺がそばにいるから思い通りにやれと言ってあげれる、そんなね、男性のプレゼント、プレゼントっていうのはまさにね、存在って意味でもあるんですけども、現在って意味でもあるんですけども、常に一緒にいるというね、その心強さ、逆に肝心な時には逃げてしまうというね、このね、情けなさ、この2つを抱えながら男女関係っていうのはね、複雑に絡み合って、その意図っていうのはどこまでつながっているのか、どこで切れているのか、これ誰にもわからないということですよね。少なくとも私から手放すことはないという気持ちで今までやってきました。ということはどういうことかっていうと、私はですね、女性に振られまくったってことなんですよ。それをね、強調してしまうと今までの話が台無しになっちゃうんで、もう一回振り返ってみますけども、恋愛のこじれた行き着く先には誰かが死ぬっていうことが、それこそね、繰り返し起きてるってことなんですよ。だからそれがね、最大の、自分のつてになるんでしょうね。私の人生には振り返れば自分の身に起きてはいなかったけども、それこそ奇跡のようにそういった生命が失われるというところね、切り抜けて振り返ったら奇跡に近い状態で私はね、この年になってるなと思いましたね。だからこそこれをもっともっと意識してね、自分の子供が大きくなるまでにはしっかりとその男の立場っていうのを埋め込んでいきたいなと思いますね。泣かせるようなことはするなと。女性の涙の大半は男性の責任で起きるということだということでね、今回の動画を締めさせていただきます。いつになく結構重い内容になりましたけども、やっぱりね、恋愛の先に死があるっていうのは避けれないテーマだと思いますんで、私の2つの事例とですね、比較して私の大和君に対する感動、これをね、今回お話ししてみました。いや、まだまだね、生命に対する思いっていうのはあるわけなんですけども、とかく恋愛で2人の男女が出会ってですね、一つの生命が、もしくは一つ以上の生命が生まれるのか、その生命をこの出会った男女が潰してしまうのか、殺してしまうのか、ここにいつもね、思いを馳せている私でございました。はい、ということで、これね、いつかね、お話したいと思ってたんですよね。もうね、10年ぐらいずっと温めていた内容でございます。ということなんで、今日私がお話したエピソード2つありますけども、この2つっていうのはですね、もう5年、6年前、10年前、このぐらいの、もう20年前、このぐらいのスパンになってきますんで、現在起きていることではありません。現在は私は奥さんと2人、つましく、誰にも会わずに、
社会から離れて、それこそ家族という単位だけで生きてるんですね。それでは皆さん、生命を大切に、恋愛を大切に、目の前にいる人を愛するなら、その人から離れることのないように。ありがとうございました。いってらっしゃい。